戦後初の大会3連覇をかける国見高校、高さで相手ディフェンダーを圧倒、3試合連続ゴールで目下得点王の超大型ストライカー平山颯太、すでに数々の国際舞台も経験、日本の将来を担う男、アテネオリンピック期待のエース、桐蔭学園高校の阿部雄太郎、国立のピッチで決勝進出をかけたエース対決です。第81回全国高校サッカー選手権大会、国立競技場の準決勝第1試合、国見高校対桐蔭学園高校の一戦、放送の解説はセルジオ越後さんです。セルジオさん、はい、両チームに点取り屋がいて楽しみな試合ですね。サッカーの一番面白いところはストライカーですから、はい、この対決が見れるというのはね、はい、それだけでもすごいですね。国見高校は戦後初の大会3連覇がかかります。初の国立ベスト4に進出した青のユニフォーム桐蔭学園高校、左にエンドを取った桐蔭学園高校のキックオフで今前半の40分が始まりました。高校サッカーは40分ハーフです。80分で決着がつかなかった場合は PK 戦となります。まず大きく蹴り出していったのが桐蔭学園高校、そして右から左に攻めます黒と白の縦縞のユニフォームが長崎県代表の国見高校です。まず両チームとも大きくボールを蹴っています。立ち上がり、桐蔭学園高校のゴールキーパーは長谷川です。長いボールヘッドで、10番は桐蔭のキャプテン松下、さあ11番の阿部が絡んでいく、しかし出足が速い国見高校のディフェンダーです。タッチラインを割りまして桐蔭学園高校のスローインとなります。まあ、桐蔭に11番の阿部、そしてこちら14番188センチの国見高校の2年生平山、まあ、どちらが先にゴールネットを揺らすのかということになるんですが、得点でもね、はい、阿部が一つ少ないところに、この得点を争うところも面白いですね、はい、さあその阿部だ、2人がかりのマークです。最初のコーナーキックのチャンスを得ました桐蔭学園高校です。182センチの阿部雄太郎3年生です。3番の国見高校浜本がぴったりとマークしています。14番の桐蔭学園高校斉藤圭介が左足で蹴ります。立ち上がり、まだ1分を過ぎたところ、最初のコーナーキックは桐蔭学園高校です。ゴール前に上がりました。ゴールキーパーの関が抑えています。まず一つコーナーキックというセットプレーがありましたけれども、そうですね、はい、最初桐蔭の方がね、セットプレーもらいましたけど、まあ、キックは良かったんですけど、ちょっとキーパーの、ね、はい、守る範囲ですから、あれではちょっと得点にはなりませんね、はい。まあ、国見高校にとっては3年連続の国立の舞台です。さあ阿部のドリブルだ、阿部の個人技、さあ2人抜いてシュートを打っていったらディフェンダーに当たりました。阿部が向こう側ドリブルで切れ込んでいきました。阿部雄太郎です。一方の国見高校の今ヘッドで競っている14番が平山です。これは国見高校ボールのフリーキックとなります。11番の渡辺大吾がボールの後ろ、阿部が戻ります。さあ長いボールだ、平山の頭に合わせて落とした、さあゴール前シュートを打てるか、振り向いて平山が打っていったがディフェンダーに当たる。14番の平山、そして一旦戻して6番の砂田から中にボールを入れます。9番の兵藤か、ゴールキーパー長谷川が抑えました。さあそれでは3連覇を狙います長崎県代表の国見高校からスターティングメンバーをご紹介します。ゴールキーパーが1番の関です。ディフェンダーを4人登録しています。4番成瀬が左、そして3番浜本右、5番園田はキャプテンです。マンマークにつくのが8番の中村北斗、中盤は3人、去年得点王の10番柴崎、2年生の9番兵藤、さあその遠いのゴール前、これはファールがありましてペナルティーエリアのすぐ外で国見高校ボールのフリーキックとなりました。このコンビネーションもね、はい、平山の高さを生かして、その後ろに松橋の足を生かすっていうね、だから平山だけに気を配っててもこの7番の松橋ですね、松橋がね非常にスピードありますからね、これは直接狙える、いやもちろんところですね、いい位置ですね、はい、まあ、トインとしたらいきなりね試合始まってすぐピンチですね、はい、これ本当にいいコースで壁に当たらないで枠に飛んだら本当キーパーどうしようもないですからね。渡辺大吾、そして10番の柴崎、さらに5番の園田とボールの後ろにいます。壁は6枚できています。国見高校ペナルティーエリアのすぐ外でのフリーキック狙っていったが、わずかに
ポストの左を抜けていきました11番の渡辺大吾です。今のフリーキックわずかに外れました。カーブがかかりすぎたんですね。でも高さから、しかし惜しい、はい、だからもうキーパーも見送ってるんですね。もうどうしようもないですね、もしあの隅に入ってもしょうがないですね。そうですね、はい、中盤でボールを奪い合っています。青のユニフォームが東院、そして黒と白の縦縞のユニフォームが国見高校です。それでは国見高校のスターティングメンバーの紹介を続けます。中盤は柴崎、9番の兵道、そして11番の渡辺大吾、フォワード3人、綱田が左、そして7番の松橋と188センチの平山です。サブのメンバーはご覧の通りです。さあ今度は東院の攻め、10番の松永、そして一旦下げます。ご覧の9人が登録されています国見のサブのメンバーです。さあ向こう側ボールに追いつくかどうか、16番の栗原、真ん中に阿部と、そして18番の渡辺が待っていますが、ディフェンダーがかわしていきます。国見高校の勝ち上がりですけれども、2回戦からの登場、まず丸岡高校平山のハットトリックなどがありまして5対0と勝ちました。さあ遠いのチャンスだ、遠目から松田が打っていきました。そして3回戦は青森山田に3対1、平山が2得点。準々決勝はインターハイの再現となりました決勝の相手帝京高校にリベンジを果たしまして準決勝進出を果たしています。こちら57歳の小峰忠俊総監督、指導歴35年大ベテラン、国見高校を3年連続10回目の国立ベスト4に導いています。前回前々回と大会連覇を達成している国見高校が大会3連覇をかけまして、今年もこの準決勝国立に勝ち上がってきました。その国見高校の攻めですが、桐蔭学園の3番の荒木がタッチラインの外にボールを出しています。これは国見高校ボールのスローインになります。9番の兵道、向こう側ディフェンダーと競り合っていきますが、兵道がかわしていく、中に切れ込んでいく。さあ7番の松橋だが、これはファールがありました。このペナルティーエリアのすぐ外でのファールが続いています。そうですね、早いリスタートをボールキーパー取りました、はい。まあ、2人が競りながらね、どうしても手が出ますから、はい、まあ、判定していくんですね、どっちにするかっていう、ね、なるほど、はい。さあそれでは初めて国立競技場ベスト4に勝ち上がってきました桐蔭学園高校のスターティングメンバーをご紹介します。ゴールキーパー長谷川、ディフェンダーが3番荒木、4番田中、5番高村、8番の岡、中盤が7番斉藤、10番キャプテン松永、14番斉藤圭介、16番栗原、2トップ注目の阿部雄太郎と164センチの渡辺です。その桐蔭学園高校ボール、ちょっと距離がありますがフリーキックを迎えています。風がフォローですから、そうですね、直接行くじゃないですかね、はい。キャプテンの松永が助走を取ります。直接打っていきました。がっちりとキーパー関が抑えています。桐蔭学園のサブのメンバーをご覧いただきます。ベンチには9人登録されていまして、交代は3人まで可能です。そしてその桐蔭学園の勝ち上がり、1回戦からの登場でした。まず初戦は松山工業に2対0、阿部が1点を取りました。多々良学園との2回戦打ち合い、阿部の2ゴールで3対2、3回戦前橋商業、こちらも阿部2ゴールで3対1、準々決勝は福島東相手に PK 戦までもつれ込みましたが、桐蔭学園にとって初めて選手権で PK 勝ちを収めまして、初のベスト4進出を決めています。その桐蔭の攻め、ダイレクトで折り返す。さあ松永、シュートを狙いた、シュートを打っていった、キーパーがチート抑えました。立ち上がりはね、はい、桐蔭が非常に細かく精度が高いパスワークでね、ちょっと国見のね、いつもの詰めがちょっと戸惑いがありますね。あ、そうですか。やっぱりどっちかとしたら縦縦に入ったチームの方が国見はやりやすいんですね、はい。ちょっとタイプとしたらこの大会の中でこれぐらいつなぐチームっていなかったじゃないかなと思いますね、はい。10番の柴崎、ポーンと中に入れますが、ディフェンダーが跳ね返します桐蔭学園。まあ、ですから今ベンチで映っていました桐蔭学園の山本監督が、タイプの違う両チームの対戦になるだろうという話をしていました、はい。正面に来たら非常に国見 のバックラインが競り勝つのに強いものを持ってますから、はい。だから国見は早め早めにね、やっぱり平山トップにボールを合わそう、こういうロングパスが非常に多いんですね、はい。長いボールを蹴っていきます渡辺大吾を走らせますが、桐蔭がこれはクリアしていきます。
この試合主審が布施さん、副審が河合さんと高山さん、第4の審判牧野さん、そして、審判の判定に最終的な責任を負うマッチコミッショナーは天久博さんです。その意味でこう全く変わったタイプの試合を運びをやっている2チームがね、はい、この準決勝に非常に面白い試合になってますね、はい、さあ11番の阿部田競っていきます。国見がボールを取りました。14番の平山を走らせる。平山がボールに追いつくかどうか。追いつきました。188センチ、ひときわ大きい平山。ディフェンダーとの激しい競り合い。8番の岡と絡んでいきますが、6番の綱田に託して中に入れる。逆サイドは11番の渡辺大吾です。その渡辺大吾、真ん中にゴール前に平山がスッと上がっていきましたが、これはタッチラインを割って桐蔭学園高校ボールです。12時現在、上空曇り空、気温は 5.2 度、北西の風 2.4 メートルということで、このスタジアムで言いますと左から右に風が流れています。そうですね、はい、間もなく立ち上がり10分が経過するところ。まだ両チーム得点ありませんが、立ち上がりからお互いにシュートシーンがありましてね。そうですね、セットプレーもありましたし、はい、まあ非常にね、破壊力ある2チームですから、はい、もう目が離せないですね。そうですね、平山から9番の兵藤2年生、向こう側11番の渡辺大吾走っていきますが、さあ平山に託した。平山が中に割って入る。さあシュートを打てるかどうか。シュートを打った。平山がシュートを打っていきました。長身なんですが、本当に足元も柔らかいと小嶺総監督が話していました。柔らかいというより非常にキープがしやすい、体をうまく活かせるという選手ですね。あ、そうですか。さあ阿部からのボール、10番の松永を走らせる。10番の松永を走らせる桐蔭学園。さあそして真ん中には18番渡辺、戻した。栗原シュートが、栗原折り返した。これはゴールライン終わっています。いや平山がね、個人技で持っていってシュートを打つ、はい、桐蔭が自分の味をね生かしながら、いいパスワークでシュートまで行くというのは、ね、本当にふさわしい試合になってきてますね。3年連続の国見高校、国立初の国立桐蔭学園ですが、そうしますと立ち上がりの動き見ていますよね、はい、その緊張感というんでしょうか。そうですね、常連のね、国立の常連の国見に、はい、驚かすぐらい、初出場と思えないぐらいの突きですね。はつらつとしたプレーが続いています桐蔭学園。今ちょっと16番の栗原が足を押さえて、そうですね、シュート打った後にちょっとタックルがね、足首に入りましたね。はい、もしかしたらひねってるかもしれないですね。ちょっと軽くね、左の足を気にしています、はい、ゴールキックに変わります。それでは試合前の両チームのベンチの表情を聞いてみます。まず国見ベンチは長崎国際テレビの佐藤アナウンサーです。佐藤さん。はい、指揮を取る小嶺総監督は試合開始からじっくりとベンチに座っています。桐蔭のフリーキックのチャンスの時に一度メモを取りました、はい、3年連続の国立へ、とにかくホームグラウンドと思って頑張ってきなさいと指示を出しました。スポンマークでおなじみ中村北斗選手には相手桐蔭の10番松永のマンマークを指示しています。そして攻撃面では国見、今日トップ下は9番の兵藤が務めます。はい、という桐蔭学園ベンチです。いや、国見高校ベンチです、まあ、ですから小嶺監督は準々決勝で帝京の大沢を、まあ、止め切ったマンマークの中村北斗を今日は桐蔭の10番松永につけるということのようですね。そうですね、はい、さあゴール前、平山がせる。渡辺大吾、渡辺大吾が中にボールを入れた。ヘディング合わない。7番の松橋が飛びました。まあ、この国見高校は国立競技場で今日が17試合目ということですからね。そうですね、本当に特に小嶺監督としたらね、総監督としたら、はい、もう国立の隅から隅まで知り尽くしている監督じゃないですかね、まあ、小嶺監督は国立競技場というのは選手を乗せてくれる場所なんだというふうに話しています。今度は桐蔭学園の攻め、左サイドから中にボールを入れました。さあヘッドで競って、阿部に届くかどうか。これはゴールキーパーが抑えます。さあそれでは初の国立になりました桐蔭学園高校のベンチサイドのお話を聞きます。テレビ神奈川の三崎アナウンサーです。はい、先ほどの栗原選手のシュートシーンなどでは控えの選手が立ち上がって惜しいなというふうな表情を見せていました、はい、その栗原選手もピッチに戻って一安心といったところです。その桐蔭学園、今日はどちらかといえば向かっていく試合だから気持ち的には楽でしょうと話していた山本監督、試合前にいつも言っているのは相手の特徴を消すこと、自分たちのいいところを出す努力をすること、今日はさらに楽しむことを選手たちに話しました。この試合に勝ったからといってこの先一生生きていけるわけではないし。さあ平山がセットで入った。平山のヘディングシュートは決まりました。前半の13分から14分になるところ、国見高校
ましたね、平山が、ね、平山の高さがまず出ました、はい、いいセンタリングを上げたんですけども、はい、ラインがね構えて待ってるんですね、ここにやっぱり競り勝つより駆け引きが必要と思いますね、はい、体を預けるか、あるいはラインを押し上げをするかっていうね、平山これで4試合連続7点目です。そうですね、はい、4番のね、田中君が、はい、やっぱりちょっと前で届かなかった場所に、うん、平山が競り勝ったというよりヘディングが強かったというより、はい、前の田中がね、はい、ちょっと誤りましたね、ポジションが、ね、そうですか、はい、でもこれでね、2点リードになりましたね、阿部とはね。さあまた平山が打った、平山が打った、平山シュート、今度は平山自分で持っていきました。やっぱりこれぐらい大きかったら、はい、両腕を開くことによってね、相手が近づけないんですね。あ、なるほど、はいはい、さあ9番の渡辺、11番の渡辺大吾ゴール前、いやー国見がこの時間帯はかなり攻め込んできています。特にね、右サイドから渡辺のね、はい、センタリングが非常にこの時間帯は有効にいってますから、はい、そのあたりの前からのプレスがね、はい、距離がなくて非常に有利に上げているところにポイントがありますね、さて美咲さん、1点を取られてしまったんですが、はいはい、その失点したシーンでも山本監督全く表情を変えません、はい、そのままじっくりと試合を見つめています、ただこの試合に勝ち負け関係なく、この先長く生きていく彼らにとっては人生における練習試合だ、楽しまなきゃねと試合前には話していました、はい、まあ、立ち上がり、桐蔭もその楽しむというんでしょうか、はい、いいプレーが続いていたんですがね、はい、1点取られたことによってこの後、そうですね、ただね、はい、スポーツで楽しむということは、まず勝つということです。そうです、はい、負けて楽しみってないんです、はい、今阿部にのパスは通りませんでした、まあ、ですから勝つということがね、もちろん、この大舞台でね勝って初めて楽しいということは忘れちゃいけないと思います、ね、はい、1対0と国見高校が平山のヘディングシュートで1点を先制しています。その国見高校の応援席の様子聞いてみます。長崎国際テレビの榎本アナウンサーです。はい、先ほどの平山の先制ゴールのシーンではやったという大歓声が沸き起こりました。国見高校の応援スタンドです。今日は控え部員およそ60人、父母、それに国見町の関係者など合わせておよそ200人ほどがピッチ上のイレブンに声援を送っています。はい、学校を挙げての応援は13日の決勝を検討しているということで、生徒の皆さん、今日は国見町の学校での応援です。図書室に大型テレビを用意しまして、生徒教職員合わせて100人が国見町から声援を送っています。生徒の皆さんは13日を心待ちにしているそうで、クラスメートのためにも負けられない国見イレブンです。というその国見がまず平山のヘディングシュートで1点を先制しています。12月30日に開幕しまして、今日1月7日準決勝を迎えています。今年から決勝戦は成人の日となりまして、来週の祝日の月曜日13日がこの国立競技場で決勝戦です。その決勝戦、戦後初の3連覇をかける国見高校、まずこの準決勝1点のリードを取っています。さて一方の桐蔭学園高校の応援席ですが、こちらは1点先制されてしまいましたが、聞いてみます。 KBS 京都の梶原アナウンサーです。はい、1点取られた後はもうすぐに頑張れの応援から1点取るぞの応援に変わりました。非常に切り替えの早い桐蔭学園高校の応援席です、はい。まあ、国立の印象についてはスタンドが広い、すごい、ピッチが広く見える、迫ってくる感じと話していました。まあ、運動会の皆さんはここまで来るとはこんなはずじゃの、まあ、意外性の声、困惑の声も聞こえましたが、今日は1500人を中心とした大応援団が選手の後押しをしていきます。さあその桐蔭ですが、国見のコーナーキックを迎えています。ひときわ大きい14番の平山に対しては、桐蔭のスターティングイレブンの中で唯一180センチ台の阿部がついています。さあコーナーキック、ゴール前パンチング、これはもう、これはゴールキックに変わります。いい、そうですね、けども食い込んだいいキックしましたね今ね、はい。やっぱり平山も素晴らしいストライカーですけども、やっぱりいい精度のセンタリングが上がるこそ彼のね、高さが生かされてるじゃないかなと思いますね。今コーナーキックを蹴った10番の柴崎は去年の大会得点王ですからね。そうですね、去年は岐阜工業の片桐と並びまして大会6得点で得点王に輝いた10番の柴崎がいます。さあ今度は9番の兵道2年生がドリブルで上がっていきますが、これはファールがありまして、また国見高校ボールのフリーキックになります。
早いリスタート。9番の兵藤、中に折り返す、ゴール前シュート、身を挺して長谷川止めた。渡辺大吾のシュート、今はもう決定的ですね。ちょっとね、あのバックラインの真ん中あたりがね、はい、ちょっとマークが甘いところがあります、ね、あ、そうですか、はい、東院のディフェンスラインですね。さあ阿部から、阿部がワンタッチ、18番の渡辺惜しいところ通りませんでした。この阿部の立ち上がりのここまでのプレーはどういうふうに、いや悪くはないんですね、はい、だから阿部がちょっと引いて、もう少しやっぱり10番の松永、はい、キャプテン、はいはい、あとはそのマーク、マンマーク、その注意されている、そのマンマークされている選手以外のね、はい、選手がやっぱりトップに出たらちょっと面白いじゃないかなと思いますね。あ、そうですか、はい、さあ今度はまた国見の攻撃です。ディフェンダー体を入れます、まあ、逆にね、松永、はい、松永と阿部が引いて相手のマンマークを引っ張り出して、そこに空いたスペースに2列目から逆に入っていった方が、まあ、選手のポジション入れ替わるということによってね、まあ、国見のマークの裏をかくということも面白い作戦かもしれないですね。なるほど。上空日が差してきました。前半20分が経過しまして1対0国見リード。7番の松橋が中にボールを入れますが、ゴールキーパーの長谷川が抑えます。170センチですが瞬発力がありますこの長谷川。準々決勝では福島東との PK 戦を制しました。村山さん、はい、その長谷川選手なんですが、天皇杯を見ててジュビロを相手に2対0だった国見は強いと思った、ただ高校生離れしているチームだけれども同じ高校生、今日は勝ちますと話していました。今シーズンの国見高校はインターハイ決勝では帝京に敗れましたが全日本ユース優勝、そして天皇杯では国士舘大学を破って高校チームとして初めて3回戦に進出しましたね。まあ、このまま勝ち抜いていったら高校サッカーができなくなっちゃうから心配ですね、はい、そのジュビロには2対0で敗れましたが、この高校選手権では勝ち上がってきましてベスト4、3年連続のベスト4進出を果たしています。さあ平山落としたゴール前、やはりまあこの平山の高さはすごいですね。すごいですね、まあ、高校の中ではね、はい、もうずば抜けて非常にその身長を生かしてますね。今度は渡辺大吾が折り返していきますが、東院のディフェンダーが跳ね返します。まあ、先輩でね、はい、今京都パープルサンガにいる田原ですね、はい、田原、彼もやっぱり高校の中ではね、はい、体つき始めジャンプ力としたらもうズバ抜けてたんですね。まだ2年生の平山壮太、去年のこの国立の準決勝鹿児島実業高校戦が公式戦初のスタメンだったという平山、その去年の鹿児島実業戦でも先制のゴールを挙げました。まあ、まだ2年生ですけども、まあ、来年の大会に彼と戦う選手らは、まあ、安心していい、これより大きくならないでしょうね。もうただ去年より2センチ身長は今年伸びたそうです。あんまり伸びていったらね、この国見高校 の、はい、そのセンタリングの練習が難しくなるんじゃないかなと思いますね、はい、という高さ、まあ、何しろ最高到達点2メーター52センチと言いますと、いやそれとねやっぱり早いですね、ゴール前にポジション取るときと、そのヘディングの効率が本当高いですね。今大会のここまではセンタリングが上がるときにいいポジションが取れているんですというふうに平山は話していました、はい、さあ10番の柴崎がドリブルで上がっていきます。遠目から打っていきました、クロスバーを越えます。前半の23分になろうとしているところです。村山さん、はい、そのクリーンベンチですが、平山に対して小峰総監督はですね、今までゴール前で待ち受けるだけだったんだが選手権に入って一旦相手のマークを外すことを覚えてきた、これは大きいですねと話していました、はい、先ほどの得点でこの大会7ゴールになりました平山。さあキャプテンの松永、さあ松永、あ、しかしディフェンダー体を入れます。まだ東院学園の阿部のシュートシーンはありません。この試合平山が叩いて向こう側、7番の松橋です。7番の松橋から手前、11番渡辺大吾、そして10番の柴崎が9番の兵藤へパスを出しました。兵藤がボールに追いつきます。そして6番の綱田へ預けます。真ん中平山が待っています。さあゴール前、渡辺大吾だ、低いボールを蹴っていきました。そしてこれは8番の中村北斗、ちょっとボールがルーズになっています国見高校。7番の松橋、これは東院学園のディフェンダー16番の栗原がキープします。さあ東院の攻め、
まあ、党員としてはなんとかそのつないで早い展開崩してということなんでしょうか。その通りですね、はい、慌てないということですね。なるほど。さあこの辺りの個人技、向こう側16番の栗原ですがディフェンダー体を入れます。1点差、はい、平山 の, その計算できる取るべき相手が取った、まだ1点差、立ち上がり、はい、どういうサッカーをやってどういういい展開できてたかという冷静さを持てればね、はい、それに勝つということはまだ十分時間ありますから ね, そうですね。2点差でやればまた別ですけども、1点差というのはやっぱり自分のやりたいサッカーを変えちゃいけないと思いますね。桐蔭学園2本目のコーナーキックです。ゴールの正面に11番の阿部がいます。蹴るのはキャプテンの10番松永、カーブが変わる。いやこの松永のキックもね、いいですね、はい、この辺り高い技術を見せます桐蔭学園。一方の国見、前々回のこの大会から大会連覇、何しろこの選手権全国大会で現在14連勝中まあ高校の14連勝ってこの大会の中でね、はい、あの戦後の連勝記録を今更新しているんです。そうですね、そんなにね、試合がいっぱいやれるってあれじゃないんですから、はい、まあ3連覇するチームなりの記録じゃないかなと思いますね、はい、ロングスロー平山が競っていきます。さあ遠目から柴崎が打っていきましたが、これは14連勝するためにやっぱり3連覇狙えるっていう立場と思いますね、はい、1回優勝だけではなかなかこの数字はね、そうなんです、ならないですね、はいはい。まあ、前々回79回大会6連勝で優勝、前回5連勝で大会連覇、そして今大会も現在3連勝で14連勝中。この間相手に先制を許したのが1試合だけ、しかも PK 戦なし、全て80分で決着をつけているという国見高校です。そうですね、桐蔭はね、逆に PK の経験してるんですね、はい、福島とね、はい、この辺りがねやっぱり攻撃だけじゃなくて、やっぱりバランスがいいチームの一つのお手本ですね。この間相手に2点以上取られていないんですよね。守りが強いですね、はい、だから工夫してどうその国見の強さ、はい、どこにあるんだということをね、やっぱり研究してそこをやっぱり活かすということじゃないですかね、はい、さあ阿部の個人技だ、2人がかり3人がかりのマークです国見高校。阿部はこうしてずっとこの立ち上がりからタイトなマークに合っています。だから今あの阿部が個人技で抜こうとしたら、はい、3人に囲まれたんですけども、桐蔭の他の選手がね、はい、そこにフォローしようとするその3人のプレスの中にね、はい、次のボールバウンドは今みたいにね、なるほど、はい、もっとそういう コンパクトなお互いがコンパクトにやればいいんですけどね、そこがもう少しあって、はい、その桐蔭の細かい技が生かされるじゃないかなと思うんですね。なるほど、広くすれば、はい、僕は国見のペースになると思うんですね、はい、狭くすれば桐蔭のね細かいパスワークが生きてくるじゃないかなと思うんですよね、はい、そうしますとこうして細かくつないでいきたい桐蔭学園。そうですね、さあ中にボールを入れました、はい、しかしディフェンダー高い4番のキャプテン入れたら強いんですね、はい、国見はね。今度は長いボールで前線へ、一気に前線に、さあ松橋が走る、7番の松橋、中にボールを入れた、平山か。今のもそのディフェンダーの前にスッとね、そうですね、そこの瞬間的なね、はい、スピードっていうのは、ただ彼も非常にストライカーらしさっていうのは、はい、あんまりエレの外で余分なことしないんですね。あ、なるほど、簡単にはたいといて、バスケットに言えば立派なセンターですね。センターね、やっぱりゴール前に自分の職場はそこにあるんだっていう。さあ国見2本目のコーナーキックだ、遠い位置、3番の浜本が追いかけていきます。ディフェンダーの浜本が上がっています。さあ浜本が低いボール中に入れます。さあシュートを打てるかどうか、5番の園田、これはファールがありまして桐蔭学園高校ボールです。村山さん、はい、国見応援席です。スタンドにね、去年一昨年と2連覇の立役者となり現在浦和レッズのゴールキーパーをしている徳重選手の姿があります。はい、はい、この1点でチームが落ち着けるのは良かった。11番阿部、10番松永らのディフェンスはいいが、両サイドのディフェンスが少し甘いようだと、去年のキャプテンらしく厳しい目で戦況を見つめていますよという先輩の目もありました。そうしますとやはり桐蔭は両サイドを狙っていきたいということなんでしょうかね。その通りですね、まあ、特にね、立ち上がりから左サイドから相手の裏にね、国見のバックの裏にいいスルーパスが出てね、いいチャンス作ったのは確かですね、はい。まあ、国見の左サイドから攻められている分がちょっと前半この時間帯まで多いですね。桐蔭が右サイドから攻めるのはほとんどないですね、はい。
まあ、両チームも、まあ、国民もどっちかとしたらね、あの小林大吾の方から攻めてるというケースが多いということですね、はい、あの右サイド11番の渡辺大吾の突破ですね、今スローイングをする選手、まあ、あの両チームの、ね、応援団がいるサイドに、そうですね、まあ、なんとなく意識してないんですけども、サービスはしているなという感じがしますね、はい、さあ8番の中村北斗、さあ11番の渡辺大吾です、その渡辺大吾が走っていきますが、ディフェンダーがクリアします。5番の高村、全員頭を短く刈り込んでいる国民の中にあって、ひときわ髪の毛を短く反り上げている11番の渡辺大吾のロングスローがあります。平山に合わせる、平山に合わせる、落ちたところ懸命のクリア、遠いんです。まあ、もう一つはね、やっぱり、はい、まだチャンスです。まだボールが生きています。6番の綱田、ディフェンダーに当たっています。クリアしまして、タッチラインを割っています。まあ、例えば平山にあの空中戦で合わせたら、彼が競り勝ったら、はい、松橋で非常に足が速い選手がいますね、はい、トインには、ね、阿部に合わせても、ね、同じスピードの選手がいないんですね。あ、なるほど。だから同じ攻撃してもしょうがないと思いますね。そうですか、はい、クリンがボールをキープします。6番の綱田、そして4番の成瀬が中にボールを入れてヘッドで合わせますが、ゴールインを割っています。前半の30分が経過しました。準決勝1月7日の国立競技場、まあ、今日この1月7日と決勝戦13日は小学生以下は無料ということもありまして、本当にたくさんのファンが詰めかけています国立競技場。そのピッチの上で今準決勝の第1試合が行われています。1対0と国見高校が平山のヘディングシュートで1点を先制しまして、今前半の30分回ったところです。村山さん、はい、そのたくさんの人の前でというところで、キャプテンの松永選手、はい、こんな気分のいいところでできるなんてきっと一生ないです、楽しみたいと話していました。まあ、あの桐蔭のエース11番阿部、もうすでに各年代のユースの日本代表として国際舞台も経験しているんですが、国立競技場のピッチに立つのは今日が初めてということなんですね。ですね、よくね、あの J リーガーでもね、はい、国立でプレーしたことないのがいるんですね、はい。まあ、結局ここはあの固定したホームグラウンドでもないし、はい、あの特に西日本の方でプレーする選手らはなかなか国立でやるケースが少ない。あとはやっぱり高校ではね、ここまで勝ち抜かなかったらできないっていうことで、はい、これが国立の一つの高校サッカーのステータじゃないですか。ステータスですよね。やっぱり勝たなかったら来れないっていうのは一番分かりやすいじゃないですかね、はい。その国立で3年連続実に17試合目の国見高校、またコーナーキックのチャンスを得ています。まあ、宝石で簡単に、あの寝落ちの宝石で簡単に手に入らないんです、はい。さあ柴崎が蹴ります。低いボールだ、クリアします。桐蔭学園、さあここから攻撃につなげられるかどうか。18番の小柄な渡辺が走りますが、蹴り返していきます。国見、また国見、黒と白の縦縞のユニフォームがボールをキープして中に入れます。桐蔭学園がこのボールを抑えました。14番がボランチの斉藤圭介、手前が斉藤智弘、7番です。そして8番の岡がスーッと上がっていきます。10番のキャプテン松永にボールを預けました。10番の松永、縦にボールを出しますが、この辺り国見のディフェンダーが跳ね返していきます。もう一度立て直します。4番が田中、そして14番斉藤圭介、松永、そして7番の斉藤智弘、8番の岡にボールが預けられまして、もう1回中へ。14番の斉藤圭介、この辺りなかなかそのパスをこう交換していてもという展開なんですけれども、ね、まあ、特にね、松永にあの8番のね、はい、あの中村が密着マークしている。そうなんですね。これは帝京高校のね、はい、あの大沢をマークした時と同じ仕事をしているんですね、はい。して桐蔭もね、その帝京高校の試合を見てたら分かると思うんですね、はい。だから松中からゲーム作るっていうのは非常に苦しくなりますから、松中を前に張っとくんですね。あ、なるほど。アメとツートップに刺しといて、さあ早いリスタートだ。9番の兵道、中にボールを入れました。低いボール、11番の渡辺大吾か、8番のその中村北斗、しかしこのボール平山が絡んでいきます。14番の平山がボールをキープして一旦下げる、ダイレクトで中に入れる。7番の松橋、今度は桐蔭の11番阿部、このボールを、おっと取れない。国見がボールを取り返します。一番ね、あの、はい、相手があの注目している選手にボールを集めても、非常に条件が少なくなりますから、はい、もう少し前にね、はい、ポジションを張って取っておいて、フォワードのポジションを取っておいて、そこにマンマークされて当たり前ですから、はい、そして他の選手にもう少しゆとりを持ってゲームを作らせた方が僕は面白いじゃないかなと思いますね。そうですか、はい。
また国見の攻撃です。7番の松橋、真ん中平山待っていますが、ディフェンダーに当たりまして大きくクリアします。前半も34分が経過しました。準決勝の第1試合1対0国見高校がリード。この14番平山のヘディングシュートでした。放送席、平山さん、はい、東院高校の応援席なんですけども、今日は阿部君のご家族総出でお越しになっています、はい、お父さん、お母さん、お姉さん、そしてお姉さんのお子さんと5人でお越しになっているんですが、はい、さあその阿部だ、その阿部前を向けるかどうか、3人で囲っていきます。はたいた7番の斉藤智弘、7番の斉藤智弘がサイドからディフェンダークリアします。これは東院学園高校ボールになります。ボール前、阿部にボールが行きますと周り3人、そうですね、だからあのゾーンでね、はい、例えば抜いてファールもらっても役に立つので、ハーフあたりでね、彼も松中もボールもらおうとする意識が今日の試合にはね、はい、マンツーマンマークされてるから意味がないと思いますね。松永のロングスローはゴールラインを割った。村山さん、はい、梶原さん、クリーンベンチ佐藤ですが、はい、佐藤さん、はい、今ですね、小嶺総監督が初めてこの試合ピッチにまで近づきました、で松橋にですね、難しいことをするなと、裏をどんどん狙っていってシュートで終われと声をかけました。はい、今前半の35分が経過したところです。村山さん、はい、阿部君のお父さんの話なんですけどもね、昨日雄太郎君本人から昨日の夜10時30分頃に電話があったそうなんですね。そうですか、はい、厳しい試合になると思うのでみんなで応援に来てくださいと伝えて、それに応えて家族総出の応援となりました、はい、まあ、これはね、本人にとって、まあ、家族にとって珍しいことなんですと。あ、そうですか。ということで阿部君からの電話に非常に感動してました、はい、で昨日伝えられなかったお父さんの和夫さんのメッセージなんですけども、はい、ワンチャンス、ワンチャンスを逃すなよと力強い言葉でした。まあ、そのワンチャンスをものにするのがエースですからね。その通りですね、まあ、この時間帯まではね、はい、やっぱり注目されている両選手の中に平山は1点取ってるね、はい、ここはやっぱり先輩としていろいろ意味でね、はい、プライドかけてやっぱり阿部君も点取るということは大切じゃないかなと思います、はい、やっぱり注目されて、はい、マークされてそれを破って初めて本物じゃないかなと思いますね。まあ、阿部にとって初めての国立でのプレーになります。まあ、お父さんに連れられて5年前のこの選手権雪の決勝、そして3年前の市立船橋対鹿児島実業の決勝戦もスタンドで観戦していたといいます阿部雄太郎です。さあファールがありまして東院学園高校ボールのフリーキックになります。5番の井村が倒されました。今のスライディング足の裏を見せてるからイエロー出してもおかしくはないですね。そうですか、はい、まあ、レフリーが多めに見てくれてよかったじゃないかなと思います。はい、さあセットプレーです。東院学園中にボールを入れていきました。さあ阿部か、阿部かパンチング、ゴールキーパーの関がパンチング、コーナーキックになります。今阿部に合わせていきました。そうですね、やっぱりプライドかけていきましたね今阿部もね、はい、ここ家族揃って応援席で観戦しているというこの阿部雄太郎3年生、まあ、高校生として高校サッカーはこの大会最後の大会になります。その阿部、1点を追う東院学園、コーナーキックのチャンス、ゴール正面で阿部が動いています。さあゴール前に上がる遠いサイド、阿部だ、阿部がヘッドで合わせて栗原か、栗原シュートか、オーバーヘッド合わせた、最後は8番の岡でしょうか、わずかに合いませんでした。そうですね、まあ、ちょっと体勢的にね、はい、ただ東院がまだ冷静ですね、こういうところで、はい、まあ、この阿部のね、はい、その狙いすましたプレー、ここのね栗原の16番栗原、はい、ここが、はい、自分がね、オフサイドになるじゃないかっていうまずラインを気になったんですね、はい、国見の2人選手がラインのところで守っていったって分かってたらもっと余裕あったかもしれないですね。あ、そうですか。だからこういうちょっとしたところでね、はい、同点に追いつくチャンスがあるから、東院もまだまだ慌てちゃいけないし、はい、逆に国見もねやっぱり早めにね2点目が欲しいっていう時間じゃないかなと思うんですね、うん、やっぱり今日の東院には1点差ではちょっと帝京とはちょっと違うじゃないかっていうそういう気持ちもなってるかもしれない。なぜかっていうのはやっぱり相手にやっぱり阿部がいるからじゃないかなと思いますね、はい、その阿部です。阿部がボールをキープしました。10番のキャプテン松永へ、3番の荒木です。左サイドに振りましたけれどもタッチラインを割っています。まもなく前半の39分になります。この試合は
13分に平山のヘディングシュートが決まりまして、国見高校が1点を先制しています。4試合連続ゴールの14番国見高校の平山がまず1点を取りました。さあ前半の時間残りが少なくなってきました。桐蔭学園がこの少ない残り時間で同点に追いついて折り返すのか。さあこの辺りパスをつないでいきます。桐蔭の攻撃、14番の斉藤圭介、向こう側5番の高村が上がってきました。5番の高村折り返せるか、中にボールを入れる、阿部の前でディフェンダー3番の浜本がクリアします。もう一度このボール桐蔭が抑えます。斉藤圭介が縦にボールを出しました。18番の渡辺走らせますが、ゴールキーパー関が抑えます。手元の時計では間もなく前半の40分になります。ロスタイムの表示はありません。1対0と国見がリードしまして、間もなく前半の40分を迎えます国立競技場です。ボールを回します。桐蔭学園ここで長い笛、前半終わりまして1対0、戦後初の大会3連覇を狙う国見高校がこの平山のゴールで1点リード、ハーフタイムに入ります。この放送は民間放送43社の共同制作で東京の国立競技場からお送りしています。2点に広げました。1点をリードした国見高校が今度は左、右に青の桐蔭学園高校です。桐蔭が、阿部が2点を取って平山に追いつけば逆転というこの後半になるわけですが、まず個人勝負の前に、はい、まず誰でもいいから追いつかなくてはいけないと思いますね。はい、桐蔭学園は県大会の時には阿部も含めて9人が得点を決めているチームですから、ね、だから勝った方はもう1試合できますから、はい、だからそこがやっぱりポイントじゃないかなと思います、ね、そうですね、はい、そうなりますと後半の立ち上がりどうなんでしょう。桐蔭がある程度攻めていくと、そうですね、やっぱり怖がっちゃいけないと思うんですね。やっぱり準決勝はやっぱり勝ちに行かなくていけないという試合ですから、1点ビハインドで当然桐蔭の方がね、積極性を国見より見せなくていけないと思いますね。対する国見はどういう展開になるんでしょうか。国見はやっぱりある程度計算待って逆襲できるし、はい、1点リードしているという余裕はあると思いますね、はい、やっぱり40分あるといえ、やっぱり桐蔭の方がね、意識的にやっぱりもう少し前ボールの奪い合い、1対1の強さをね、前半より出していかなくていけないじゃないかなと思います、ね、1対1の強さ、そうですね、はい、さあ後半が始まります。今度は国見高校のキックオフで後半が始まりました。大きく蹴り出していきます。平山がヘッドで競ってゴール前へ、一気に7番の松橋を走らせました国見高校です。後半の立ち上がり、今度は右から左に攻めます。青のユニフォームが桐蔭学園、11番の阿部がヘッドで合わせていきました。7番が斉藤智弘、そして向こう側キャプテンマーク10番の松永、一旦下げて8番の岡です。この8番の岡もディフェンダーながら今大会すでに2つのアシストを決めています。さて国見高校の後半ですが、スターティングメンバーと変更はありません。今日1ゴールを決めている14番188センチの平山です。改めて国見高校のメンバーご覧いただきます。ご覧のようにゴールキーパーが関です。ディフェンダー4人登録していますが、8番の中村北斗は今日は桐蔭の10番松永を徹底的にマークしています。そして7番の松橋と14番の平山、このフォワードの2人、9番の2年生兵道、向こう側に6番の今日スターティングメンバーの綱田、国見高校です。中にボールを入れました。平山が待っています。桐蔭のディフェンダーがヘッドでクリアしまして、コーナーキックになります。まあ、3番の桐蔭荒木がこの14番国見の平山をマークしている形になっているんですが、はい、まあ、どうしても空中戦でね、勝てないという、はい、やっぱり勝てない勝負していけないと思うんですね、はい、セットプレーの時には桐蔭11番阿部が平山をマークしています。長いボールだ、向こう側ヘッドで折り返す、平山が待っているがキーパーパンチング、さあ遠目から直接打った、ジャストミートしませんでした。ヘディングで競り勝つより、はい、相手にさせないという工夫を、ね、はい、そうですね、体をうまくファールしないで預けるとかね、はい、その相手のジャンプの勢いを止めるとか、ね、そういう守りしたらいいじゃないかなと思うんですよね、はい、また国見高校のコーナーキックになります。後半の立ち上がり2分を経過したところ、2本目のコーナーキック、
この選手は7番の松橋勝です。まあ、お兄さんがね、一昨年大活躍しまして、そうですね、この連覇の最初の優勝、4回目の優勝の立役者でした。さあ今度は低いボール、ボールがちょっとルーズになっているぞ。ヘッドで競り合う。このボール柴崎が中に入れます。高いボール、国見高校ヘッドで落とした。ゴール前、桐蔭学園高校がクリアしていきます。桐蔭学園のメンバーですが、スターティングメンバーからこちらも変更はありません。あ、小峰総監督が出まして大きな声を出しています。桐蔭学園ご覧のメンバーです。11番阿部と18番渡辺の2トップ。国見11番渡辺にはロングスローがあります。ヘッドで競り合う。このボール前線に蹴り返す。桐蔭学園18番の渡辺、このボールも国見がキープしそうだ。この辺りの、ね、はい、1対1の強さがもっともっと国見に、ね、はい、意識を高めなくちゃいけないんじゃないかなと思います、ね、なるほど。9番の兵道です。9番の兵道まだボールをキープしている。一旦叩いた。10番の柴崎、これは3回戦で敗れた青森山田高校の黒田監督が言っていたんですが、はい、そのルーズボールに対する寄せの速さはやはり国見がナンバーワンだということでした。そうですね、それは体の鍛え方だけじゃないと思うんですね。そうですか、はい、意識が必要と思うんですね、やっぱりそれに向かっていくっていう意識がやっぱりそれを生んでしまうじゃないかなと思うんですよ、ね、なるほど。これはゴールキックに変わります。村山さん、はい、国見高校ハーフタイムですが、小峰総監督、まずディフェンスは今のリズムでいいと言いましたね、はい、あとはフォワード、そしてセットプレーロングボールは平山の頭に徹底して合わせること、国見のリズムはその徹底することから生まれる、必ずシュートで終われ、そう言っている分を送り出しました。確かに国見というのはその選手権に来ますと戦い方は徹底されてますからね。徹底してますね。まず相手を研究して、はい、まあ、相手のポイントをマンマークをつけて潰して、はい、して一番破壊力ある選手を潰してという、まず攻撃より守りから入りますね。そのディフェンスに関しては小峰総監督かなり手応えがあったようですね。そうですね、はい、だからその裏を変えていくというところが相手の監督の戦いの戦術の面白さと思うんですけどね、はい、さあフリーキック平山胸で落とした。キープしている。折り返せるか。桐蔭のディフェンダーが懸命にクリアを試みます。詰めていったのは国見だ。ゴール前に上がった。ヘッドで落とした。しかしこのボールも国見、10番の柴崎打っていった。それを裏をかくというマークされたら、相手がどこでマークしたい、どうしてマークしたいかということをまず分析して、はい、やっぱりゲームを作ってほしくないということは、それでまたコンクラベでゲームを作ろうとするところには僕は意味がないじゃないかなと思うんですね。なるほど。やっぱりそれを裏をかくというのは、はい、要するに出す側がもらう側に変わって、そして警戒されてない選手にゲームを作ってもらうというのが一番分かりやすいじゃないかなと思うんですけどね、はい、だから中村が、もし松中がバックラインの中に入ったら、ずっとそこにいるかという問題ですね。なるほど。そしてバックに任せてしまったら、はい、そこからマークのズレが生まれてくるということは考えられるじゃないかなと思いますね、はい、今後半の5分立ち上がり経過したところです。これは桐蔭学園高校のフリーキックになります。村山さん、はい、桐蔭学園の山本監督は、中盤縦のボールに慌てずパスをつないでサイドを変えて上げていけばチャンスは作れる、はい、ディフェンスは集中が切れて失点してしまったがしょうがない、このままやっていけば大丈夫、で攻撃の時次の準備をするように、正しい位置でマークについていくこと、はい、0対1だけれども悪くない、まず1点取ってリズムにして変えて、勝っていこうと話していました、はい、元 J リーガーの山本監督です。1点のビハインドを追っています桐蔭学園。さあゴール前だ。ヘディングシュート、11番の渡辺大吾が決めました。国見追加点2対0。後半の6分、今度は渡辺大吾が決めました。桐蔭がやらなくていけない攻撃されてね、はい、要するに今は平山じゃないですね、渡辺大吾でした、はい、サイドから非常に精度がいいボールが上がって、はい、まあ、逆サイドから詰めながら入れるという本当理想的な得点ですね、はい、まあ、この辺りが、ね、やっぱり高さだけじゃなくてどうそこのサイドにボールを持っていくということじゃないかなと思うんですよね。まあ、桐蔭としたら時間帯に欲しい得点が相手が、ね、はい、先に取って時間帯としては本当に苦しくなったと思いますね。後半の立ち上がり国見高校が
追加点2点目を挙げました。もう国見はすごく余裕がね、はい、戦うために余裕がありますね。さあまた国見の攻めだ。7番の松橋、7番の松橋が東院の4番田中との競り合いです。これはゴールキックに変わります。東院学園は無理しなくていけない、ね、そうですね、はい、だからやっぱりここで吹っ切れて、はい、やっぱりもっと攻撃的にね人数も増やして意識を高めなくていけないと思いますね。はい、ある程度その気持ちの開き直りというんでしょうか。そうです、そのあたりも必要かもしれませんね。そうですね、1-0の緊迫した試合からね、はい、もちろん守りも考えてやらなくていけないんですけども、はい、少しずつやっぱり攻撃という気持ちにならなくていけないと思いますね。はい、さあその、はい、村山さん、クリミ応援席です、はい、先ほど2点目を決めたクリミ11番の渡辺大吾選手なんですが、準々決勝の後敗れた帝京のエースストライカー大沢君から、俺たちの分まで頑張って必ず優勝してくれと試合で鍛えたアンダーシャツを送られたそうなんです。そうなんですか、はいはい、渡辺選手今日ユニフォームの下にそのシャツを着てプレーしています。はい、その渡辺大吾が2点目を取りまして国見リードを広げています。さらに国見の攻撃、ゴール前平山ヘッドで落とした、シュート、ポストに当たりました。7番の松橋、いやポストに当たったんですけど、ね、3点目取られてもおかしくないという形ですね、はい、やっぱりさあまだ国見の攻めだ。グラウンダーのボール、渡辺大吾折り返せるか、渡辺大吾ふわっと浮かせてダイレクトで打てない。いや今の波状攻撃です。国見レベル高いプレーでしたね、今渡辺大吾のその抜いたところだけじゃなくてね、はい、逆サイドにあれぐらいボール浮かしてね、はい、このプレーですね、はい、本当技術が高い、はい、あこれはその前のプレー、ポストに当たった、ね、ここ松橋のシュート、まだ隙があるという遠い、ね、遠いですね、はいはい、もう決定的な3点目ですからね、はい、村山さん、はい、その松橋まだ無得点なんですね選手権、そしてお兄さんの大分トリニータ翔太選手、はい、79回大会優勝メンバーですが、お兄さんの方がテレビで見てて点が取れないのがやきもきしていると、早く点を取ってくれとその弟の勝に言ってるそうです、はい、まあ、松橋翔太そして大久保の活躍で、国見勝ったのが79回大会、そして去年戦後7回目の大会連覇を達成した国見高校です。まあ、過去戦後連覇を達成した国見以外の6校でその3年目の成績を見ますとベスト4、3位というのが56回浦和南の最高なんですね、はいはい、まあ、ですからいかにその3連覇が難しいかということになるんです。だからその意味も含めてね、はい、やっぱり国見って大きな記録を追いかけてるんですね、桐蔭学園というのは一つの目標も果たしてるんですね、国立競技場ベスト4へと、ベスト4初というのは立派な成績を上げてるから、はい、逆の立場で気楽にもっともっとやっぱり伸び伸びやらなくていけないと思います ね、 そうですね、はい、まあ山本監督がまず楽しむという言葉があったんですけども、はい、今の内容では決して楽しめるという内容ではありません ね、 これね、そうですか、やっぱり攻撃をして相手を脅かしてね、はい、初めてサッカーの楽しさがそこで生まれてくるじゃないかなと思いますね、はい、そのエースの阿部、まだこの試合シュートシーンがありません。相手の徹底マークにやっています。村山さん、はい、桐蔭学園高校の応援席もですね、やっぱり阿部阿部コールというのがねかなり強く聞こえるんですよね、はい、まあ、自主応援というスタイルは崩していない桐蔭学園高校の応援席なんですが、はい、初めて電話で来てくださいというのが声でかかってきたそうです。さあゴール前だ、さあ打てるかどうか、平山戻した、シュート打った、ディフェンダーに当たる、国見の攻めゴール前混戦だ、平山が打った、これはゴールラインを割っています。はい、それでですね、桐蔭学園高校応援席なんですけども、はい、まだまだこれまでシュート打たれてるけど決まってないじゃないかそんなにと、うん、ラッキーもっと盛り上げていこうというふうな勢いが出ています、はい、まあ、今日登校日の生徒もいたということでキックオフの時よりもさらに応援が増して声の厚みも増しています。はい、村山さん、はい、その桐蔭学園なんですが、2番の林選手が呼ばれましたね、今そうですか、アップを始めています、はいはい、バックスタンド側、神奈川の代表としてはあの中村俊輔のいた桐光学園以来6年ぶりにベスト4に勝ち上がってきた桐蔭学園高校、大応援団が詰めかけて懸命の応援が続いています。後半の11分、さあ桐蔭のフリーキック、ゴール前に上がる、栗原か、栗原には合いませんでした。国見がボールをキープして渡辺大吾、長いボール、7番の松橋、そして向こう側6番の綱田、前線には9番の兵道、その兵道にボールを渡しました。真ん中には松橋と11番の渡辺大吾を待っていますが、ゴールキーパー長谷川が抑えます。
まあ、この桐蔭学園阿部雄太郎、中学時代、桐蔭中学時代に全国大会2年連続して準優勝の経験があります。はい、まあ、阿部自身はその単身で海外へのサッカー留学ということも考えた時期もあったそうなんですが、まあ、とにかくこの仲間と一緒に高校に上がってその全国のトップに立ちたいという気持ちでその桐蔭学園高校に進学を決意しました。まあ、ですから今この代表でそのチームを離れる時期もあるんですけれども、そうですね、ただやっぱり初ね、はい、準決勝初、自分たちらの夢がある国立に来れたということは、まあ、一つの目標としたら大成功したということは言えるじゃないかなと。今スタンドでは岡田監督、横浜 F マリノスの監督も観戦しています。卒業後はそのマリノス F マリノスへの入団が内定している阿部雄太郎、まあ、すでに日本協会の強化指定選手として、はい、その J リーグの公式戦にも3試合出場の経験がある阿部ですからね。さあ、しかし国見の攻撃、11番の渡辺大吾です。ゴール前2人待っています。国見高校、渡辺大吾の個人に中にボールを入れた、ヘディング、どうか、これはコーナーに逃げます。まあ、渡辺大吾が右サイドからこれぐらい1対1で崩しているのに、桐蔭学園もそこに1対1でずっとプレーして守るところにも問題があるじゃないかなと思うんですね。はい、やっぱり相手のどこがポイントであるかということを、ね、もう少しやっぱり守る意味で警戒して、やっぱり2人で挟むとか、はい、そこでプレスかけるということがね、ちょっと守りがやっぱりこの時間からしたら体力的にちょっと差がついてきたなという感じがしますね。そうですか。はい、さあ、後半3本目のコーナーキック、ゴール前長谷川が抑えます。ちょっとこのあたり、その確かに後半に入って国見が攻めるというシーンが多いですね。そうですね、ゴールの奪い合い、その抜いていく時のそのスピードがね、前半になかったっていう楽にね、はい、相手を今もね2人で囲んでちゃんと取りに行ってる、これ基本的なところが桐蔭にもう少しあってもいいなっていう感じがしますね。そうですか。やっぱりボールを奪ってから攻撃しなくていけませんからね。はい、村山さん、桐蔭学園は選手交代です。16番の栗原選手に代わって2番の林選手が入ります。林選手は速さとパワー、1対1の抜きが自分の持ち味、国見相手にどこまで通用するか精一杯にやりたいと話していました。3年生165センチの林雄二を栗原に変えて交代させます。桐蔭学園後半の14分が過ぎたところで1人メンバーを変えました。その桐蔭のフリーキック、ゴール前阿部が待っているぞ。しかし国見のディフェンダーが跳ね返す。もう一度、しかしこの辺り出足が早い国見、11番の渡辺大吾前線に一気に出しました。さあ、7番の松橋走る、松橋走る、松橋がシュートを打った。まだゴールあります、ボールがあります。あっと、これはハンドがあったでしょうか、ファールがあったでしょうか。9番の兵道、早いですね。早いですね、だからこの縦に出るスピードの選手あるから、こういう縦にゴールが出せるんですね。はい、まあ、この辺りのね、さっぱり、体力的な差が、はい、特にこの後半になってからね、なおその国見の選手らが強く見える、速く見えるというのは、はい、ちょっと桐蔭の方もちょっと疲れがちょっと出てきてるじゃないかなという感じがしますね。そのあたり、初めての国立 の, その緊張感から来るというのもあるんでしょうか。そうですね、それとやっぱり長い時間自分のペースで試合できないから、どうしても疲れがね、はい、相手より増えてきてるということじゃないかなと思います。余計にそのスタミナを使ってしまうということになるんですね。はい、自分のペースでやった時に、はい、初めてゆとりが出るということじゃないかなと思います。はい、まだシュートシーンがありません、エースの阿部雄太郎。さあ、ゴール前に上がった、平山がヘッドで落とす。だからもう見方はね、99.9% 平山勝つんだっていう次の動きをしてるんですね。はいはい、これがやっぱり前前へ出るっていう平山のおかげのね、平山が取らなくてもゴール前に必ず味方がフォローしてるということですね。という国見の徹底した攻撃が展開されています。11番の阿部に対して3番の浜本のファールがありまして、さあ、桐蔭学園のフリーキックになります。あとは阿部だけじゃなくてね、はい、このキャプテンの松永もやっぱりプライドを見せてね、はい、もう少しやっぱり国見をつつくっていう必要性があるじゃないかなと思いますね。さあ、ゴール前、国見がヘッドで跳ね返す。9番の兵道、前線に7番の松橋、しかしこれは桐蔭がボールを取るか、また国見だ、7番の松橋、真ん中8番の中村北斗、中村北斗が切り込んでいきますが、ボールを奪いました。14番の斉藤圭介、手前は林、代わって入った2番の林です。さあ、スピードがあるという林ですが、
このあたりも今11番の渡辺大吾がスッと体を入れました。そうですね、体を入れた瞬間スピードそのゴールの奪い合いに対1のね、はい、差はやっぱりこの時間帯にはどの場所でもはっきり出てるという感じがしますね。はい、村山さん、はい、国見応援席です、国見町の渡辺秀隆町長が青と黄色の国見カラーのマフラーを巻いて声援を送っています。はい、昨日が仕事始めて今日が今年初めての県外への出張だそうです。あ、そうですか。はい、私も3年連続の国立ですと笑っていました。なるほど。選手たちのおかげで小さな国見町は全国に知られるようになった。はい、イレブンは町の誇りです。あと2勝ちょっと欲張りだけど3連覇の夢見せてほしいなと話していました。はい、その国見町はさあゴール前だ。平山外にはたいて6番の綱田真ん中に平山がいるぞ。しかしディフェンダー体を入れます。遠目から打っていきました。ディフェンダーに当たります。まあ、来年度今度の夏のインターハイサッカーの会場になるのが国見町です。いや、チャンスですね。さあゴール前だ。さあ抜いていくぞ6番の綱田。しかしこれはゴールラインを割っています。昨日が仕事始めっていう話があったんですけども、国見町は決勝戦が終わって仕事始めじゃないかなと思いますね。そうかもしれませんね。今画面の中央がその今リポートにあった国見町長です。まあ、3年連続おそらく決勝まで行くチームですから、やっぱりそれが終わるまで仕事にならないですね。そうですよね。ただ今年はこの今回からその決勝戦が、成人の日になりまして、少し間が空くんですよね。はい、まあ、13日、今回は来週の月曜日13日、成人の日が決勝戦になります。まあ、初めての、ね、ユニフォームでたっぷり休んでね、どういう決勝戦になるかというのは非常にそこも、ね、新しい見どころですね。はい、さあゴール前シュートだ。いや、国見の攻撃がまだ続いています。村山さん、7番の正橋です。はい、国見高校はですね、今日の試合の結果勝とうが負けようが、今日中に15時間かけてバスで国見町に戻るそうです。そうなんですか。はい、そして明日の始業式にサッカー部員も臨むそうです。あ、そうなんですか。その国見高校が2点をリードしています。後半19分が経過しました。2対0国見高校がリード。その、去年と何が違うかというのは、その帰ってね、次の日優勝の報告と同時に学校が始まったんですね。はい、そうですね。去年まではそうですね。やっぱり1週間待たなくていけないところですね。さあ、その国見が3連覇に向けて今準決勝の第1試合2点をリードしています。まもなく後半も20分が経過します。青のユニフォーム、初の国立ベスト4進出を果たした神奈川県の桐蔭学園高校、3年連続7回目の選手権出場です。神奈川県の代表として初めて3年連続この選手権に駒を進めてきた桐蔭学園高校、エースの阿部雄太郎、まだこの試合シュートシーンがありません。ご覧の大応援団が懸命の声援を送っている桐蔭学園高校です。放送席、村山さん、この桐蔭学園の応援席なんですけども、ブラスバンド部員28人が詰めかけてきているんですね。まあ、その中でもですね、3年生のうち5人が入っているということで、この3年生は受験を控えているそうなんですよ。でもいたたまれなくなって、今日同じ3年生のために応援に来ましたと内緒で、お父さんお母さんに内緒でこの国立競技場に駆けつけています。そうですか。はい、という生徒たちの応援届いているでしょうか。青のユニフォーム桐蔭学園高校、桐蔭としてもあと残り試合時間が20分を切りました。さあ、その11番の阿部、エースの阿部、阿部が個人技、さあ阿部が持った、阿部が中にボールを入れた、シュートを打てるかどうか、松永、10番松永、これはファールはない、ファールはありません。大きく蹴り返します国見高校です。さあ、9番の兵藤がボールを持った、スピードがある、7番の松橋、2対1になる。さあ、松橋だ、松橋中に蹴り込んでシュートを打った。阿部がまず持ち込んでゴール前に送って、その後あっという間の国見のカウンターでした。そうですね、早いですね。まあ、とにかくカウンターに出るっていうタイプの選手を持ってますね。なるほど。はい、そのあたりがやっぱり、まあ、両チームのその攻撃の組み立てのね、違い、やっぱりポストになる選手だけではね、なかなかタイトには戦えないんですね。この準決勝第1試合は 16,467人という観衆が発表されています。その国立のスタンド、さあ林で切れ込んできて、これは PK か、PK か、 PK です。 PK、 桐蔭学園 PK のチャンスを得ました。
代わって入った2番の林が倒されまして PK。 その前のね、あの松中がもしかしたらっていうギリギリのところがあったんですけども、はいはい、今回はね、あのこのプレーです。林がねうまく抜けて体を預けてしまったんですね。あ、なるほど。まあ、一つあの体の差がこの PK を生んでしまったなという感じがしますね、はい、さあペナルティーキック PK のチャンスを得ました桐蔭学園。蹴るのはキャプテン10番の松永です。ゴールを守るのは国見高校1番の関。桐蔭学園1点を返しました2対1。さあ流れを変えるか桐蔭学園高校2対1。面白くなりましたね。そうですね、はい、1点差っていうのは最短距離ですから、はい、後半の22分、キャプテン松永が PK を決めまして、この得点がねどれぐらい桐蔭に影響して、はい、どれぐらい前に行く力がね、チーム全体にあるかということも一つのこのこれから残り時間の見どころと思うんですね、はい、まだあの国見はもう1点取りに行くという力はあるところにね、はい、桐蔭も早く同点に追いつきたいところじゃないですか、まだ時間はたっぷりあります。残り試合時間は17分を切りました。放送席村山さん、はい、桐蔭の応援席なんですけども、それまで列を乱さず品のいい応援が続いていた桐蔭の応援席なんですが、今はさすがに列が乱れてみんな興奮状態に陥ってました。そうですか。桐蔭の大応援団もスタンドが揺れています。さあ桐蔭1点を返しました。村山さん、はい、ここまで山本監督は今大会通じてほとんど前に出て指示を出す姿というのは見られなかったんですが、はい、この場面で3度前に出てディフェンスの選手に指示を出していました。ここは国見高校のフリーキックになります。しかし確か国見は、あの青森山田とフリーキックですね、はい、そうですね、フリーキック今日 PK 流れの中で取られてないんですね、この大会まだそうなんですね、はい、さあ国見10番の柴崎のフリーキックゴール前、キーパーがダイレクトで抑えます。取って取られたらあまり意味がないですから、ここにね桐蔭がどういうサッカーこれからやるかということですね。はい、はい、村山さん、クリーンベンチ小峰総監督はですね、今の PK のシーンはずっと立ちっぱなしで見ていまして、点が入った瞬間はよしよし落ち着いていけこれからだとイレブンに声をかけました。1点差となりました。準決勝の第1試合国見高校のリードは1点と変わっています。現在選手権全国大会14連勝中、そして選手権戦後初の3連覇を狙う国見高校、対する初の国立ベスト4桐蔭学園高校、エースの阿部が同点ゴールこの後打つことができるかどうか。さあキャプテンの松永から早い展開だ。11番の阿部、阿部には3番の浜本がついていますが、これは国見高校ボールになります。まあ、この阿部が話していたんですが、はい、この大会に入ってずっと選手たちと同じホテル宿舎で合宿生活、はい、これだけこの仲間たちと長く共同生活をしたのは今シーズン初めてだというんですね。そうかもしれないですね。それぐらいやっぱり日の丸のユニフォームを着てる時間が、はい、あるいはマリノス の試合に出た、ね、試合出た時間もありましたからね、多かったということですね、はい、さあ国見の攻め、ゴール前ちょっとボールがルーズになっている松橋がヘッドで向こう側、国見がボールをキープします。10番の柴崎、7番の松橋、前を向けるか桐蔭学園のディフェンダー、はい、この仲間と、いい付き合いをもっと長くするためにそうなんですね、あと14分しかないですね、もう後半も26分になります。あと14分残された時間はあと14分です。まあ、国見もね、やっぱり2-1 で逃げ切るよりできたらまた2点差に持っていきたいという気持ちが強いと思いますね、はい、なぜかというのはやっぱり阿部がいるというチームは、はい、いつ何が起きるか分からないですよね。本当に一瞬のタイミング、一本のシュートで相手にストライカーがいるということはやっぱり1点差ってすごく怖いですね、はい、まあ、よくあとは2点差っていう、2-0 から試合がおかしくなるという試合結構ありますからね、サッカーではね、本大会でもセーフティっていうリードじゃないところでね、はい、早く要するに引き離すという気持ちが強いじゃないかなと思います、はい、国見には引き離したいという気持ち、そうですね、受け気味になっちゃいけないと思いますね、桐蔭は早く追いつきたい。さあ残り試合時間がまもなく13分になります。さあ向こう側18番の渡辺が走る、ゴール前11番の阿部が待っている。さあ渡辺キープした、中にボールを入れた、阿部には届かない、阿部には届きません。しかしこれは
桐蔭学園高校ボールです。後半27分を経過しました。2対1、国見高校1点リード。さあロングスロー、阿部がボールに競っていこうとしますが、国見がこのボールをキープします。これは国見高校ボールです。まあ、阿部裕太郎が話していたのは、自分のベースである桐蔭の仲間たちの信頼を結果に変えたいんだ、で代表から帰ってきた時も楽しい雰囲気で迎えてくれてホッとする場所である桐蔭サッカー部で一緒にやってきた仲間たちと最後に全国のトップに立ちたいというふうに阿部は話しています。まあ、逆にね、やっぱりこれぐらい味方にね、はい、同僚がこれぐらい、大きく、はい、夢の世界にね、みんなの憧れの世界に代表として出ていって活躍するというのは、はい、やっぱり部員にすごい励ましになるじゃないかなと思うんですね。キャプテンの松永が言っていたのは、あいつの凄さは自分たちが一番よく分かっているんです、はい、その阿部と3年間一緒にプレーしているキャプテンの松永、その松永がボールをセットしてペナルティーエリアのすぐ外で桐蔭のフリーキックのチャンスです。またセットプレーですね。そうですね、はい、まあ、この辺りはね、はい、中村がいないから近くに松永も十分ゆっくりね、自分のいいキックを披露できると思いますね。キャプテンの松永、カーブがかかる、ポストの右です。今パスしたか打ったかちょっと中途半端でしたね。そうですか、はいはい、今日はペナルティーキック PK で1点を取りました。キャプテンマークをつける松永晃大。放送席村山さん、はい、今日の桐蔭学園のですね、まあ、メンバーの中のお父さんお母さんはいろいろな仕事があるんですよね、まあ、食料を持ってきたり、はい、それから応援グッズを設置したりといろいろあるんですが、この松永君のお母さんはですね、はい、さあ平山だ、平山がボールをキープした、ペナルティアの中に入る、まだキープしている平山、懸命に体を入れます。桐蔭のディフェンダー9番の兵道も絡んでいきます。国見高校、これは桐蔭学園がボールを取りました。しかし兵道がぴったりとついています。兵道がボールを取り返した、ボールを取り返した、国見のキューバー兵道がボールを取り返して中にボールを入れますが、ディフェンダーに当たってコーナーキックです。まあ、桐蔭のバックもね、ボールを奪ったのはいいんですけども、はい、やっぱり次の展開が遅いですね。あ、そうですか、はい、さあ後半4本目のコーナーキックになります。今日の試合、まず前半13分平山のヘディングシュートで国見先制、後半6分渡辺大吾2点目、しかし桐蔭キャプテン松永の PK で1点を返して現在2対1です。さあどうか、ボールキープ、あっとボールがちょっとこぼれているが大丈夫か、危なかったですね、さあ後半30分手元の時計で回りました。さあ今度は桐蔭スピードは林、林が抜けた、1対1になる、あっとこれはホイッスル、ホイッスル、厳しいですね今ね。あ、そうですか、まあ、確か激しいボールの奪い合いでね、はい、まあ、おそらく林の手で引っ張ったっていうファールを取ったじゃないかなっていう、この場面ですね、まあ、本当に勢いで持ってきましたね、はい、しかし林君は左サイドでね、やっぱり交代してから PK ももらったし、十分仕事してるんですよ。そうですね、やっぱりこの前前に行くっていうね、はい、その交代した選手だけじゃなくて、チーム全体にこの時間帯には必要じゃないかなと思いますね。その前に行くスピード、そして気持ちですね。そうですね、はい、残り10分を切りました。2対1国見高校1点リード。さあその林がまたボールをキープした、左サイド、国見のディフェンダーが体を入れます。桐蔭高校ボールになります。村山さん、はい、山本監督が阿部のワントップというような指示を出しました。そうですか、さあダイレクトで中にボールを入れていきますが、これはクロスバーの上。その阿部のワントップという指示はこれはどういうふうに解釈しますか。まあ、元阿部がボールをもらいに来る仕事よりもう前に張っとくということじゃないかなと思うんですね、はいはい、村山さん、はい、そして2番の林選手を前に上げて渡辺選手を下げましたね。なるほど、今こうして桐蔭の青のユニフォームを見ますと、前線には11番の阿部と代わって入った2番の林が入っています。村山さん、はい、小嶺総監督はそれを察知しまして、4番の成瀬に2番の林につけと指示を出しました。そうですか、ベンチも駆け引きが始まっています。大詰めを迎えています。さあロングボールだ、平山のヘッドはキーパー170センチの長谷川が抑えました。まあ、桐蔭のキーパーというのは毎年背が小さくて瞬発力と根性で勝負しているんだというふうに山本監督話していましたが、まあ、今日今年ね、ええ、100
155か、すごい、ね、あの水橋高校 この開幕戦戦ったゴールキーパーですよね、はいはい、それと比べれば結構背が高いですよね、はい、さあ後半32分が回りました。国見高校の攻撃、中にボールを入れるが、おっとこのボールゴールキーパー長谷川が抑えます。今ナイスミスですね、後ろにゴールキーパーが待っていました、まあ、あれがさあ意識的なフェイントであれができるようになったら大したもんですよね、はい、ただやっぱり、国見がね、はい、じわじわまだやっぱり攻める力はまだ乗ってますね、まあ、このあたりがその国見の強さなんでしょうか。9番の兵道グランドボール平山です。平山、しかしこれは強引のディフェンダーが抑えます。さあ10番の松永、そして前線には11番の阿部が待っている。2番の林は開いている。中盤でボールを回します。5番の高村、縦に出して阿部だ、阿部、そして2番の林、林が抜けるか、おっとこれはホイッスルファールがありまして、桐蔭学園高校ボールのフリーキックになります。さあまたセットプレーです。キャプテンの10番松永がボールをセットします。ゴール前には11番の阿部、そして2番の林もゴールの前、3番の荒木も上がってきました。斉藤智弘7番もいますゴール前、渡辺が動く。さあゴール前に上がる、ゴールキーパーが抑えました。こうしてみますと後半 PK を取って1点返してから、はい、桐蔭も何度かこういうセットプレーのチャンスが生まれてきました。そうですね、全てね、はい、あの左サイドの林くんからね、のその相手の裏に入るという意識から生まれてますね、はい、また阿部がボールを取りに行きましたが浜本が体を入れました。これはファールがありまして国見高校ボールです。放送席村山さん、はい、1点を取り返した桐蔭高校の応援席なんですけども、松永君のお母さんがですね、この写真を全部撮ってるんですね。そうなんです。で、父母会の方がサッカー部だけの卒業アルバムというのを毎年作ってるんですが、今年は例年以上に分厚くなったということなんです。でもですね、まだもう1枚と来週の13日の決勝の分も撮りたいですという気持ちで今シャッターを押し続けています。はい、その荒木に対するイエローカードが出ました。さあ国見のフリーキック、平山が飛ぶがゴールラインを割っています。今みたいに体を預ければね、いくら平山がヘディング強くてもやっぱりヘディングしにくいんですね、はい、今ね。なるほど、はい、今のはうまくその平山に対する対処ができていたと。そうですね、はい、今日先制ゴールヘッドで決めた14番国見高校の平山です。まだ桐蔭学園阿部がゴールをネットを揺らすシーンはありません。さあ国見、これはゴールキーパーが抑えます。今後半の35分を経過しました。2対1、戦後初の大会3連覇を目指す国見高校1点リード。初めてのベスト4国立の舞台、桐蔭学園神奈川代表、1点を追っての残り5分です。さあ平山、遠目から打っていきました。さあ残り5分を切りました。そうですね、やっぱり桐蔭は阿部にもう少しフォローして、もう少し上げラインを上げるっていうね、もう3点目取られても仕方ないという時間帯にはなってきましたね。そうですね、はい、さあ早いリスタート、桐蔭学園高校5番の高村、前線に阿部が待っています。阿部が待っています。阿部が待っている。ゴールキーパーが出ます。しかしこの国見の守り、阿部に対するマークというのは本当に徹底してますね。それとね、このゴールキーパー関ね、はい、もうペナルティエリア全体守れるキーパーですからね、今みたいに上げてもね、はい、ただゴールエリアにいるというキーパーじゃないんですから、なるほど、ちょっと工夫して考えてもいいと思いますね、はい、残り手元の時計では4分を切りました。国見高校1点リード、1点を追います桐蔭学園。ボールをキープして阿部に預ける。阿部が抜けようとするが渡辺大吾がクリア。しかしこのボールまだ桐蔭がキープしています。グラウンダーのボール阿部に。さあ阿部、あっと体を入れた。5番の園田が体を入れました。国見のキャプテンです。阿部がね、エリアの外じゃなくてエリアの中でいかにプレーできるかできないかということは、はい、桐蔭が同点に追いつけるか追いつけないかということじゃないかなと思いますね。桐蔭学園高校の山本監督は昨日試合、この試合について決して力は互角ではないかもしれない、しかし最後は雄太郎がやってくれるでしょうという阿部に対する期待を語っていました。村山さん、はい、桐蔭学園の応援はバックスタンドだけではないようです。メインスタンドからも、はい、
桐蔭が攻め込むたびに拍手と歓声湧き起こっています。はい、神奈川の代表としては6年ぶり、そして桐蔭学園高校にとって初めてのこの国立競技場ベスト4進出を果たしました。冬の王者国見に対して1点のリードを追います。残された時間が刻一刻となくなっていきます。桐蔭学園高校11番の阿部雄太郎、懸命に声を出します。さあその阿部、しかし3番の浜本がぴったりとマークしています。これはタッチラインを割っています。桐蔭学園高校ボールです。まあ、完璧に近いぐらい、あの浜本君が、そうですね、はい、阿部についてね、はい、そしてこのキャプテン松永に対しては8番の国見中村北斗がマンマーク、徹底している国見の守り、そして攻撃です。まあ、あの阿部がここでエースとして力を発揮するかしないかというのは、はい、もちろん桐蔭学園の中村監督も見守っているんですけども、はい、まあ、スタンドで岡田新監督もね、F マリノスの岡田新監督もこの試合見ていました。非常にその抑えられたら困るんだという目で見てるじゃないですかね。はい、村山さん、はい、クリンビエンジコミネス総監督は今ピッチに近づいていって 4,5 人の選手に大きな声をかけまして、はい、ボールをキープする時間帯に入れと指示を出しました。なるほど、すでに後半38分を回っています。手元の時計です。2対1国見が1点をリードしています。桐蔭学園のペナルティーエリアのすぐ外、ちょっとボールがルーズになっています。さあ桐蔭攻めたい、14番の斉藤圭介、前線へ11番の阿部、さあ残された時間で阿部が一瞬の輝きを見せるのか。さあ阿部がボールをキープした、ドリブルで切れ込んでいく、中に入ってシュートを打った、ディフェンダーに当たります。阿部のシュートは国見のキャプテン園田に当たりました。この試合初めて阿部が前を向いてシュートというシーンがありました。ちょっと遠いんですけどね、はい、ただその打ちたいという意識がね、すごく伝わってきますよね。そうですね、はい、後半の39分を回りました。手元の時計では残り1分を切っています。2対1国見高校1点リード。戦後初の大会3連覇を目指す国見高校が1点をリードしています。残り試合時間がほとんどなくなってきました。さあ桐蔭追いつけるかどうか。ボールをキープしているのは国見高校9番の兵藤2年生、そして今日先制点の平山がボールをキープする。これは桐蔭学園高校ボールになります。さあ桐蔭ボール、阿部がもう一本シュートを打つシーンがあるのかどうか。今ロスタイム1分という表示がありました。これは国見高校ボールです。手元の時計では今後半の40分経過、ロスタイム1分という表示です。これはコーナーキックになります。国見高校ボールのコーナーキックです。さあ時間がなくなってきました。国見高校1点リード。あとはロスタイムどれくらい取るかということじゃないですかね。そうですね、はい、はい、ロスタイムは1分という表示ですから1分台ということになります。さあ時間をかけます。国見高校ボールのスローインです。わずかに点差は1点です。11番の渡辺大吾がボールを入れる。さあ桐蔭ボールを取りたい。さあ阿部がここまで下がってボールを取った、前線に出すが国見のディフェンダーが蹴り返します。まだ国見、平山がボールをキープ。今日2点目を取っている渡辺大吾、懸命に桐蔭学園の選手たちもボールを取りに行きます。阿部が絡んでいきます。しかしこれはタッチラインを割って桐蔭学園高校ボールです。ロスタイム今1分が経過しました。さあプレーを急ぎたい桐蔭学園高校です。スローイン、阿部にボールを預ける。さあ阿部前線にボールを出す。2番の林、そして10番の松永を走らせる。国見がボールを取り返した。7番の松橋だ。ここで長い笛、試合終了。国見高校3年連続8回目の決勝進出、戦後初の大会3連覇に王手をかけました。